松井さん、速稼塾の久保です。今日もメッセージ、そして、曲のアップロード、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。で、今度のズーム対談なんですけども、12月の13日の14時からということでしたね。お間違いないでしょうか。で、改めてね、ズームの URL を送っておきますので、こちらの方をね、ご確認ください。動画概要欄に貼り付けておきますので、この動画をご覧になった方、ついでにといっては申し訳ないですけどね、12月の13日14時からちょっと体を開けていただいて、この動画概要欄の URL からログインしてみてください。でね、松潤さんに当日どんな流れでやっていこうかなってことだったんですけども、まあ、30分ほどでというご希望だったんで、前半15分、後半15分という形でね、まとめていこうかと思います。そして前半と後半の間にちょっと曲を入れていこうかなってことですよね。あとはその日の流れのままにということでございます。ではですね、当日の流れなんですけども、私が尋ねますんで、松潤さんがそれについて答えるっていうことの対話形式で進めようかと思います。一番最初に聞くことっていうのは、まあ自己紹介ですよね。松潤さんを知らない方のために自己紹介をお願いしますということなんで、まあお住まいね、お住まいとか、まあもう出身でもいいです。五島列島でしたっけね、お住まいか出身のことをちょっとお話しいただいて、そしてお名前ということになります。これはこれから YouTube でね、どんな名前で活動するかってことと合わせて、まあ本名の方をね、出していただけるとしたら出していただいてもいいかなと思います。これはどちらでも構いません。そして2つ目なんですけども、これね、速稼塾の YouTuber さんに対してちょっとご挨拶をするとチャンネル登録が増えると思いますんで、速稼塾 YouTuber さんね、西アクラソンの山根さんとかね、それからアイドルのゆっこさんとか いらっしゃいますんでね、その他、まあ本当数えればキリがないんですけども、その生活保護 YouTuber のね、あやさーちゃんとかね、あと毎日稼ぐの椎の木あさるくんとか、まだまだいるんですよ。ミスター M さん、ガチンコマッチクラブとかね、まあそれぞれ、まあ事前にね、チャンネルをちょっと見ていただいて、どんな人なのかなってことを見ていただいてもいいですし、まあこれからね、よろしくお願いしますという形でもいいと思いますけども、速稼塾の塾生さんの中の YouTuber さんに、まあご挨拶できればなと思います。そうですね、時事問題のノクさんって方もいらっしゃいますね。なんか気が合う方ばかりだと思いますよ。で、3つ目なんですけども、3つ目はね、速稼塾に入って習慣化したこと、これについてお話しいただけたらと思います。速稼塾に入るとね、何かしら自分の習慣っていうのを持つんですよ。で、それを軸に稼いでいくわけなんですけども、まずね、習慣化することが絶対なんですよ。何かが習慣化しないと、要するにプロってそれを習慣にしてるわけなんですよね。だから今までは意識しなかったけども、速稼塾に参加することによってこれをやるようになりましたみたいなね。で、それは私が仕向けてるんですよね、結局ね。こういうふうにやりましょうと言って、まあ、個人の動画を撮ったりとかしてね、どうしても焚き付けていくってことはありますけども、まあ、今回もね、どんな風になったのかってことを、まあ、生活がちょっとでも変わったことがありましたらね、お話しいただければと思います。例えば動画更新結構するようになりましたよね、で、これからどんな活動をメインでやっていくかってことを4点目にお尋ねしようかと思います。その後で曲を紹介していただくってことになりますね。で、曲が終わった後に私はね、今度はね、話の展開を変えていって、その曲は難しいんですかとかね、上手に弾くコツはありますかとか、誰でも初心者からできますか、どのぐらいで弾けるようになるでしょうか、で、ピアノがない人どうすればいいんですかみたいなね、今までさせていただいた質問を改めてここでしていただきますんで、整えておいてください。そして、一番最後はですね、松潤さんから一言お願いしますという形で終わっていきます。ここはもうフリートークで、長さも短さもご自由にということでございます。で、どうしても入れてほしいのが2つあります。それはですね、次回の予定です。次回どんな放送をする予定ですってことをお話しいただいて、ちょっと軽く次回予告ですね、それに対して、チャンネル登録をお願いするっていう流れでいいと思います。そしてプレゼントですね。これはね、どんなプレゼントするかお任せしますけども、例えば次回の放送以降で、やってほしいリクエスト曲がありましたらお寄せくださいみたいな感じで、まあね、メールかなんかでコメント欄とかでいただけたら、プレゼントさせてもらいますみたいな感じでね、実際の物理プレゼントじゃなくてもいいんで、こういうふうな番組の中でこれをやりますよみたいなリクエストを受け付けますみたいなのをプレゼントにしてもいいんじゃないかなと思います。ということで、以上大きな流れですけども、いかがだったでしょうか。またご返信いただければと思います。それでは、いってらっしゃい。